ありがとうございます。映像演技研究家土田ゆきなです。よろしくお願いします。はい、早速ですがここからはアイメディアニュースです。昨年私たちは伊藤園様の企画多いお茶とおにぎりアクション2017に参加し、感謝状を伊藤園様よりいただきました。おこちらの企画はワンアクションにつきアフリカアジアの子どもたちに給食を10食分届けるという企画になっております。ここで参加した生徒を代表して映像演技研究家板垣恵美さんにインタビューします。板垣恵美さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。早速じゃああの感想を教えていただきたいと思います。はい、こういった企画に参加させていただきまして本当にありがたいですありがたいです、こういった企画がありましたらどんどん挑戦していきたいと思います。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ様々今後様々な企画にねえみちゃん頑張って参加してほしいと思います。はい、ありがとうございます。お席にお戻りください。ありがとうございます。はい、このように私も社会貢献を通じて皆様に笑顔を届けていけるような役者になりたいと思います。よ以上、アイミデニュースでした。イエーイ。バイバイ。いい加減でね、結んだおにぎりくん、お茶でもいかがです。ポーンとお腹に入ったら丸くなりました。